どうも、こんばんは、エドです。今回は、東京グールリインボーク、ボックス紹介してなかったんで、今更ですがやっていこうかなと思います。完全に後付けなんで、会社のトイレでうんこしながら録画した映像に今僕は声を当ててるみたいな、そんな感じですね。あのね、ボックス紹介動画撮るの忘れてたんですよね。まあ、とりあえず声当てて、説明しておこうかなと思います。とりあえずこのアリマなんですけど、このアリマはね、結局とつらなかったですね、イベントさんの。袋アリマ、なかなかもうモチベが下がっちゃったかな、あの時は。で、イベントの金木券すべてを守るものですね。防御力3倍っていうのは、全キャラクターの中で最高倍率で、まあこいつがもう東京グールの最後の金木券の姿ということですね。ガシャじゃなくてイベントで実装してくれたのは本当に良かったですね。まあ、まさかここまで実装されると思ってなくて、3D モデルもちゃんと作り込まれてるし、もとこのカグネね、このカグネ、なんか前いつかの動画で言ったかもしれない、すげえ寄生獣みたいな、この触手みたいなね、カグネね。まあ難しかったと思いますね、正直。あの原作からアニメにするのも難しかっただろうし、アニメからこの 3D モデルに落とすのも難しかっただろうと思うし、で、古田、二村、すべてを壊すものですね。こちらももう、東京グルの最後の最後で、出てくるキャラクター、古田、二村の最終的な姿、角ちゃんの姿ですけど、こちらもね、かぐね。やっぱね、僕たちはその平面でしかね、こう見られてないから、漫画とかそのアニメとかね、しか見てないから、いわゆるその全貌がわからないというか、やっぱこうやってゲームで 3D のキャラクターになって、360度いろんなところから見回せるっていうのは本当に、素晴らしいことだと僕は思いますね。使っててね、画面が半分以上埋まるね、この二人使ってたら。で、こちらもイベントで出てきた金木券、イカれてくるムカデですね、暴走ムカデ。イラストは正直言って、ガシャのムカデより僕は好きです。で、歌ですね。この歌もね、ガシャで実装されるかと思いきやイベント、まあなかなかドロップしてなかったんでちょっと苦しかったですけど、イベントで出してくれてありがたかったですけどね。サービス終了した後かな。で、袋、最強のグール袋、こいつね、強かったんで、本当に。いつだったかな、こいつが実装されたの。こいつね、マジで強くて。ずっと僕動画で使ってたような気もするけど。店長なんですけど、これ 3D モデルって昔から統一だったっけな、この動きとどうだったかな、スペシャルさんの、店長フクロウと同じなのかな。俺ね、スペシャルさんのフクロウの店長持ってないから、ちょっとあんまわかんないんですけど。で、ただですね、これ、俺これどうやって熟練で 100% したんだろう、あの短期間で。最後さ、もうサービス終了発表される前の、フェスゲンとスペシャルガシャのラッシュ。重蔵来て、ヨモさん、ヨモさんだったかんだ、アモンも来たし、ナキも来たし、で、こうスペシャルで、カクジャの袋が実装されて、いや、カクジャの袋はもう熟練で 100% したいというか、必ず引きたいってことを引いたんですけど、すげえかっこいい。俺これね、3D モデルの中では、マジで一番好きかもしれない。いや、でも入るかな、でも好きなのは。いや、でもこいつはすごいよ。やっぱりね、なかなかその、まあ、さっきも言ったけど、平面上では、ね、全然見えなかった、この360度見合わせるっていう。こいつ見てて面白かったね。で、ヨモさんですね。なんとか、最後のフェスゲン、毎日10連だったかな。引かしてくれる時に、手に入れました。毎日10連だったっけな。で、まあ、正直、ヨモさん、俺使ってないような気がするわ、実況動画で。熟練度も上げてないし、なかなか本領発揮とまではいかなかったんで、動画では使わなかったと思うんですけど、まあ、こうやってね、最後のキャラ紹介で、動画に残せるということで、勘弁してもらいたい。で、はい、オールいい火加減。こいつは夏に登場した、スペシャルさんのマジで、もうほんと、リスナーランキング作るならこいつはもう本当に1位、2位、3位ぐらいは争うんじゃないかなっていうぐらいの、キャラクターですね。まあ、脆いんですけど。本当に防御力ダウンですね。こいつが一番最初だったかな。敵の防御力を半減させるんだっけ？何倍だっけな？倍率忘れちゃった。今ちょっとパラパラっと内容めくったと思うんですけど。もうサービスしてから2ヶ月以上経ち、ん ?2 ヶ月まだ2ヶ月未満か経ちますけど、結構忘れてきてるね、内容。やっぱ毎日伝わらないと。
で、入る、こいつね、こいつも俺、すげえ、ずっと使ってたよね。なんかボイスがマジで好きで、入るってムカデ入る、あと誰かな、うるさいって言ったら。ムカデ入る、ともまあそこそこ喋るんですけど、まあこいつ 3D モデルがガチで可愛いということで CT の方にも追加してほしかったんですけど、まあキャラクリエイトでなんとか似せて、ごまかすみたいな。そんな感じですかね。まあ、アップデートで追加されることも、まあ、なくは、いや、ないでしょう。はい。ということで、次、古田ですね。こいつもスペシャルさんです。100% に多分してると思います。自分で 100% ですね。こいつも、ロマン砲キャラだったのかな。まあ、こいつの 3D モデルは本当にカグネの動きが素晴らしいということで、もう、くね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 、この3本のカグネが規則性なしに動くという、あと、それと戯れる古田ね。こいつ、なんか、普通にデフォルトでもすごい動くな、こいつ。カグネといい。なかなか 3D モデル見てて楽しい、キャラクターでしたね、こいつは。まあ俺本当はなんだろう、その、あれ、こいつの必殺のボイスってなんだろう、平和的解決か。あ、エトのとこってなんだったっけ、あそこが平和的解決だったかな、ちょっと忘れちゃった。で、新たジョーカーですね。こいつは、まあみんなが待ち望んだキャラクターね。俺ここまでね、その両手のあのハサミがでかいと思わなくて、最初見たときちょっと違和感感じたんですけど、まあまあこんな感じなのかな。で、こいつスキル打つと、上に大きく飛び跳ねて、上でね、バチバチバチってなるのが、すげえかっこよかったですね。まあ 3D モデル、まあ悪くないんじゃないでしょうか。効果的にはね、こいつなんだっけ、出血するだっけ、防御力が上がるんだっけ、いや、防御力が下がるのか、いや、そこは防御力下がるのかって思ったけど、自身が出血して防御力上がるんじゃないのかって俺は思ったんだけどね。で、クロナ、こいつもね、最後のフェスゲンラッシュで、引けましたね。3D モデル非常に HH なんですけど、こいつも熟練度を上げきれず、動画では、ヒロインズで一回使ったかな、この片方のカグネがちぎれてるやつね。ヒロインズで確か一回使ったような、そんな気がしますね。熟練で 100% 全員したかった。もうね、RC ポイントが余って仕方なくて、まあ、これ基本的に今スペシャルとフェスゲンを中心に紹介してるんですけど、プレミアムはもう、最初熟練で 100% をしてたんですけど、もういいかなと思って途中から売ってて RC ポイントに変えてね、いつか促進剤が20個から100個になるなと思って、月の上限が。で、これスペシャルさんのハイスですね。こいつもかなり使ったと思います。僕、東京グールのキャラの中でハイスは本当に、上位に食い込むぐらい好きなキャラクターで、まあ、このゲームでもいっぱいハイスで出てきたんですけど、本当いいですよね、ハイス。なんだろうな。ハイセン、そう、なんか言葉に合わせないけど、ハイセン好きなんです。で、ですね。プレミアムさんのこいつ一応僕、確定枠まで、聞いてました。動画にも残してたと思う。はい、3D モデル、かわいい。こいつが、何歳だっけ、この頃のエトって、14歳だっけだったような気がするんですけど、本当に、あれ、実年齢って、リアルタイムの年齢って何歳なんだっけ、そこら辺はあんま詳しくないんだけど。で、松前ですね。こいつも人気高いんですけど、俺はまあ、フェスゲンで登場した時、別にそんな待ち望んで仕方がなかったみたいな感じはなかったですかね。で、こいつも結構汎用性が高くて、攻撃力と防御力を2倍ずつ上昇だったか。そんな感じだったと思う。だからリセマラで手に入れるなら、こいつはなかなか最初手に入れるやつとしては後々まで進みやすくなるんじゃないかなと、思います。というのを今更言ってもですね、あんまり意味はなく、熟練度も 0% のままでちょっと残念という。で、トーカちゃんですね。トーカちゃんも熟練度 0%、 熟練度 100% にしてアヤトと並べて戦いたかったんですけど、まあ浮かくなんですけどね、一応。トーカちゃん一応浮かくなんですけど、攻撃のアクションとしては近距離でパンチパンチキックだったような気がします、僕は。多分そうだったよね。アヤトが浮かくをね、飛ばしてくれるから、トーカちゃんと並べて浮かくをビュン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 飛ばそうかなと思ってたんですけど、まさかのトーカちゃん浮かく飛ばさないっていうね、スキルでは飛ばすんですけど、普通の攻撃では飛ばさないっていう。ちょっとそこ残念でした。で、ウリエですね。銀クイーンのウリエ。もうイラストがマジでかっけえ、こいつは。で、こいつ、なんだっけ、光アタッカーとしてはとても優秀で、
なんか GS 持ってたんだよな。GS だったかな、あの、冥属性に対する強いのと、グールに対して強かったのかな。3D モデルもすげえかっけえし、スキル打ったら銀杭から、あの、ビヨビヨビヨって伸びるっていうね、カグネが。銀杭のあの分離システムみたいなやつも見たかったんですけど、まあまあまあ、あと、ウリもね、あの、暴走した時、フレームアウトした時のウリのあのスペシャルで出してほしかったですね。で、ムツキ、こいつはね、もう、もう一番好きなんじゃないかな、俺イラストの中で。ムツキのこの、フェスゲームムツキのイラストがめちゃめちゃ好きで。まあ、動画でもね、俺こいつね、使用頻度としてはこいつ一番高かったんで、そんなことないかな。俺自分で自分がどんな動画上げたかも、全然覚えてないんですけど、こいつはマジで使用頻度高かったと思う。火力出すって言ったらこいつとオールみたいな。まあ水と火なんでも真反対なんですけど、使ってましたね。はい。で、来ました。2周年、石を託さ、モノアリマ。もうこのキラッ